おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が、今日も皆様にコミュニケーショントレーナーとして一つコミュニケーション上の重要なワンポイントをプレゼンテーションさせていただきます。今日は1月は12日木曜日ですね。とても晴れたいい日ですが、早朝はめちゃくちゃ寒かったです。今日はですね、過去の復刻版になりますが、私たちの脳のですね、左脳と右脳の上手な使い分けをお話ししたいと思います。特にですね、左脳はデジタル暗記能ですね、右脳はパッションですね、感性能です。左脳をジャンク化しちゃいけないと。今のですね、デジタルSNS 全盛期はですね、いろんな情報が入ってきますが、右脳を休めることによって、そして左脳のゴミため化、ジャンク化をしっかり。皆さんはですね、いろいろなものを学んで読んで頭に入れてですね、左脳にいっぱいぶち込む、左脳にぶち込んだですね、ナレッジとか知識とかスキルはですね、全てですね、大脳皮質に塗り込まれるんですよね。いわばですね、ポストイットに書いたナレッジなんかをですね、貼り付けるようなもんなんですよ。まあ USB とかですね、1テラとかいう大型の USB が今売ってますが、あのようにですね、左脳というのは新しい知識を入れる暗記力の倉庫みたいなもんなんですよね。そしてですね、右脳はですね、今まで申し上げましたように、原始時代からの DNA が伝わって今の我々があるわけですけれども、その原始時代からのですね、いろいろな知識というか、ちょっと説明がまだできないんですが、何らかの形でですね、DNA に組み込まれてるんですよね、遺伝子みたいになって。ですから我々の過去からの知識とですね、あるいは宇宙との何らかのバイブレーションによって、あるいは何らかの波長によってですね、宇宙からの伝達してきたものとを体に取り入れることができる。すなわちですね、右脳というのは未来を見ることができる予知能力とかですね、あるいは過去からですね、組み上げてきた我々の先祖の知識とかですね、あるいはすでに亡くなっている霊界の人たちからのパワーなんかを受けるわけですよ。で、ここでですね、これは別にどっかの本に書いてあるわけじゃなくてですね、私の感覚的な話なんですが、今の現代人はいろいろなメディアを使ってですね、左脳にいろいろな知識を詰め込む、すなわちですね、左脳、大脳皮質がですね、もうジャンクみたいになっちゃってるんですよ。ジャンク、もうどうしようもない知識の倉庫、ジャンクレザボー、ジャンクウェアハウスになっちゃってるんですよ。そうなるとですね、左脳の知識が邪魔をして、右脳のですね、スピリチュアルな能力が落ちていく、要するに感性が鈍っていくと私はそのように唱えます。ですからですね、まああんまり勉強するな、新しい知識を詰め込めばいいというもんじゃない、かえってですね、休めた方がいいと思います。これをですね、近頃の流行りの言葉では整理するというとかですね、いらない知識を捨てることを言いますよね。そのようなことをやる方がかえって左脳と右脳のバランスが良くなってですね、いい人としてですね、いいアイデアが浮かび、人として健康的な生き方をできるんじゃないかということなんですよ。そういうことなんですよ。左脳と右脳はもちろんこう合体してますから、お互いに影響してますんでね、あんまり知識を入れない方がいいんじゃないかと。入れすぎというのはですね、一種の
ゴミの山、自分の頭をですね、ゴミために